どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。それでは内容に入る、その前に9月2日の土曜日夜の8時半からですね、オンライン飼い主塾開催しますということで、今現在ね、ワンちゃんに対しての問題行動で困っているそこのあなた、いろんなことアプローチしたんだけど効果がありません。もしかしたら変わらなきゃいけないのはワンちゃんではなく私たちかもしれませんね。オンライン飼い主塾、まだ若干名ですが空きがございます。今だったら間に合うかもということでね、迷っているそこのあなた、参加してみてはいかがでしょうかということでね、はい、今日の質問は、ワンちゃんの精神的な問題って何で起こりますか？はい、ワンちゃんの精神的な問題っていうのは、もともとね、精神的な問題を抱えている子もいるんじゃないかなって思っております。うちで言うとね、マリーがそれに近いのかなと思っていて、行動を見てるとなんか違うよねっていう子もたまにいます。ただ大体の子は後からなっちゃうことが多いんじゃないかなと思っていて、まずは一つ、精神的なダメージが大きい。例えば長い時間のお留守番だったりとか、コミュニケーションの不足などで起きやすいんじゃないかなって思っております。ワンちゃんたちも一定のコミュニケーションっていうのは取っていかないといけないよねっていうところがあって、もともとね、群れの動物ってなってくるとコミュニケーションありきで成長するってことだと思うんですよね。なのでそこのコミュニケーションの中でやっぱ取るべきコミュニケーションが不足してくると、もちろんね、運動とかエネルギーも大事なんだけども、その発散だけじゃなくって、ワンちゃんたちの精神的に強くなっていく、育っていく部分っていうのは、いろんなものに触れて成長する部分ってあると思うんですよね。でも私たちってワンちゃん迎えます、お家の中にいます、ワクチン接種が終わるまでお散歩行っちゃいけません、何しちゃいけません。その中で精神的なものって何が育めたのかなって考えると、ただね、好奇心を過ぎ去るのを待ってみたいになっちゃうことが多いと思うんですよね。もちろんね、できないこともたくさんあるんですけど、できることもたくさんあります。私はね、ワクチン接種が終わる前でもいろんなところにね、一緒に出かけるっていうのは非常に大事になってくるんじゃないかなと思っていて、例えば抱っこして外に出したりとか、他のワンちゃんと遭遇したりとか、何かするっていうコミュニケーションが取れなかったとしても、一緒にね、ドッグカフェとか行けば、ちっちゃい可愛いっていろんな人から声かけてもらえたりとか、人から優しい触れ合いを取れるチャンスってたくさんあるんじゃないかなと思っていて、知らないで育っちゃうっていうのが一番良くないんじゃないかなと思いますので、成長していく中でコミュニケーションっていうのは非常に大事になってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、ワンちゃんとのコミュニケーション、一緒に何かする時間大切にしていただけたらいいんじゃないかなと思ってます。2つ目ですね、精神的な苦痛ですね。例えばお家の中で安心できる場所がないとかね、常に神経張ってなきゃいけないみたいな、特にお子さんがいる家庭だと気をつけなきゃいけないんですけど、しつこくしすぎちゃう、コミュニケーションも取りすぎる、ワンちゃんが休憩できない、落ち着けない、望ましくないコミュニケーションもあったりするわけですよね。そういった形になってくると、ワンちゃんたちも疲れてくると、なんかピリピリしてきたりとか、しなくていい行動をね、こちらからね、誘発してしまったりする時もあったりするんじゃないかなと思いますので、ワンちゃんがちゃんとゆっくり休んだりとかね、プライベートな時間を取れるような、そんな空間も取ってあげて、コミュニケーションを取った後にきちんと休めるっていうことが大事なんじゃないかなって思っております。3つ目ですね、運動でございます。精神的な問題っていうのはエネルギーが絡んでること、これはね、非常に多くて、これはね、私が見ていく中でもちょっとね、話題の中では外せないよねっていう部分を感じたりします。なのでぜひね、皆さんもね、エネルギーの発散をしてあげながらコミュニケーションを取っていって、ワンちゃんが安心できる空間を作っていくっていうことが大事になってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、お家ではそんな風にやってみてください。はい、というわけでね、ワンちゃんたちが大人になるのに必要なのは、ちゃんとしたコミュニケーションと安心できる場所と、そしてしっかりと運動して熱量を外に出していく。熱が溜まってもイライラしてくると、おかしな行動が出たりとか、あとはお家の中でもね、要求が多くなったりすることも出てくるんじゃないかなと思いますので、要求が出た時にどうしたらいいか、それを考えることも大事なんですけども、そもそもね、要求しなくていいようにしてってあげるのがいいんじゃないかなと思いますので、お互いにね、暮らしやすくするために、ワンちゃんとの間の線探りながら上手に暮らしてみてはいかがでしょうか。